お疲れ様です。植木屋ケンチャンネルです。今日はですね、あの、庭姉妹についてね、ちょっと植木屋からのアドバイスをね、しようと思います。庭じまいっていう言葉、いつからできたんでしょうね。最近やと思うんですよね、庭じまい最近ちょっと妙に目につくなと思って。で、あの、まあ、あコストダウンっていうか、毎年お庭にかかってるお金が大変とかね。あと、まあ、ま、あ その高齢ですねそのお庭の持ち主が高齢でそのもう世話できないとかねあとまあ子供にその家を譲るんやけども庭まで譲ってもらったらまたその毎年の管理費もかかるしっていうので責任取っても自分の代でなくしてしまうとか、まあ、そういうことやと思うんですよね。であのももうう完全にねもう 結構お金かかると思うんですけれども、そのこうクレーン車とか持ってきて、石とかね、池とか潰してとかもう完全にその庭をしまうっていうやり方やったらいいんでしょうけれどもね、そのでも庭じまいっていう言葉だけがこうちょっとね、一人歩きしてしまって、なんか木全部切ってもうたら年間植木屋頼まんでええやろ、みたいなね、そういうイメージがちょっとね、 出てきてるんじゃないかと思って、そこについてちょっとね、話そうと思うんですけれども、その、まあ、家の木をね、毎年植木屋さんに払うお金もね、もう大変やと。でも木全部切ってまおうや、置いて。で、全部下から切ってしまう木をね。で、草も全部買ってしまう。あ、これで一件なくちゃいくや。もうお金いらんわ。っていうわけにはいかないですよね。あの、き地をね、思い出してもらったら、 分かると思うんですけどあれなんかこう空き地毎年、まあ、誰か誰かれかね死の人か、まあ、業者か仮に来てるんですけど毎年ボーボーなってで何年か掘ってる空き地ってもう木も生えてきてるじゃないですかですんでその何もせんで良くなるってことはないと思うんですよで何でしょう結局なもうそのまだ生えてきた木とか切ったりとか草刈りもしないかん でも、その、それをしてない間は、ものすごい汚い状態の庭と付き合っていかなければいけないっていうことにね、気づいたらならんようにね、はいという思ってちょっと喋ってるんですけれども、とかね、あと、意外に木全部切ってしまったら、あの、今まで窓、西日をね、木が遮ってくれてて日陰になってたとか、その生垣で、その、 歩行者とね、目が、窓開けても目が合わんかったりとかね。あと、その、ま、ぐるりね、木があることによってちょっとこう、なんでしょう。暑い夏場とかだったらちょっとね、温度が下がったりとか、いろいろそういうことはあったと思うんですけれども、まあ、いっぺんに全部なくしてもらったら、しもたらね、まあ、環境が変わりますんでね。そういうのでいろいろな、こう、ああっていうのが出てくるんじゃないかと思いますね。 でですんで、あのーまあ、安易に庭じまいイコールもう年,間年間費が浮くなっていう考えはいかがなものかなと思ってはいちょっと植木屋としてねちょっとアドバイスいたします。はい、ともう一個ね、まあ、いざじゃ切ってまいりたいもうなくしてまいりたいんやってねいう方に向けてやっぱ費用お金やと思うんですけどちょっと僕あの庭じまいっていうので、ね、調べてみたらいっぱい業者出てきますね。 庭じゅうまい専門業者みたいなのがね、一本なんぼ、根っこ一個取ったらなんぼとかいっぱい出てくるんですけれども、あほぼ解体屋さんですね、植木屋さんではないですね。なんか、そういう鉄局業者っていうかね、あの、解体屋さんちゃいますかね、はい。で、その、やり方がね、まあ、大きく分けて2つあると思うんですよ。まず1つは、根っこを取らないパターンね、もう木だけ全部切ってもうていうパターン。ね があると思うんですよその場合は、根っこ取らないでね、費用ちょっと安いと思いますね。でも、その、切り株からまた芽が生えてきたりはしますけれども、費用は安いと思います。で、もう一つのパターンが、もう根っこもね、もう一緒に掘ってしまうっていうパターンなんですけど、この場合ね、費用が、まあかかりますよ。生きた木の根っこ取るってね、めちゃめちゃ大変なんですよ。でしかも、その、 取りにくい場所に根っこを張ってる場合ね。水道の周りとかガスの周りとか、あといろんなこう、電気の周りとかね。そうなってきたらね、根っこ取るのってめちゃめちゃ大変なんですよね。時間もかかるしね。人数もかかるし、作業員の数も増えるしね。ですんで、コスト下げたいんであれば、根っこそのままってパターンですね。で、その場合ね、あのー、 根っこを枯らすすっっていう方法もあるんですよ根っこに穴開けて、そこに除草剤を流し込んだら根っこって枯れるんですよ。で、枯れた根っこを撤去するのってね、比較的簡単なんですよね。ですんで、根っこ枯らして、まあ、3年ぐらいかかるんですけれども、3年後ぐらいにね、その枯れた根っこをスコップで掘り上げるっていうなったら、まあ、多分コストはだいぶ下がるんじゃないかと思います。はい。ですんですこういうい やり方もあるということと、で、あと、その、猫枯らすっていう話したらね、よく質問であるのが、白アリが湧くんちゃいますかってよくあるんですよ。で、これについてなんですけれども、その、白アリが気になる方はね、コ抜いてください。はい。猫抜くしかないです。はい。ということです。で、あと、その、費用をね、 業者に頼むときのね、ちょっとアドバイスなんですけれども、あの、業者頼むときはね、最低でもね、3社ぐらいにね、電話して見積もり取ってもらって、その中で一番安いのを選んだ方がいいですよ。全然値段違うと思います。はい。やっぱそれなりの広い敷地で木全部切ってね、もう、ね、根っこ取れないたら根っこでも取ると。そういう場合のね、費用ってね、全然違うんですよ。 ですんで、ほんとね、広い家やったらもう、10万、20万、ゴロッと変わってきますんで、3社ぐらい見積もり取って、その中で一番安いとこをお勧めいたします。で、あのー、なんでかって言ったらね、なんで安いとこを勧めるかって言ったら、仕上がりが全部一緒なんですよ。結局、その、全部なくしてしまうんであれば、気は全部なくなるっていう仕上がりが、まあ、高い業者、中ぐらいの業者、 安い業者、どこに頼んでも、結局、出来上がりが一緒なんで、それだったら安いのが一番いいじゃないですか。というので、安いのをお勧めします。で、一つね、剪定作業っていうことになればね、これは通用しないんですよ。その、安けれいいってもんじゃないですよね。その、技術、仕上がりね、その、家の方が見て、なかなかわかりにくいかもしれないんですけれども、もう技術には運転の差がありますんでね。 剪定作業に関しては安いところがいいっていうこの理屈は通用しないっていうことだけちょっと一つ言わせていただきます。はい。ということですね。ですので今回のことをちょっとまとめさせていただいたらね、その庭じまいで全部切ってもうたらもう来年から年間、年間のね植木にかけてたお金ゼロになるなっていう考えは あの勘違いといととうことです、ね、もうなくなったらなくなったで今度はまた別の,その管理していくお金っていうのがまたね別のパターンでかかってくると思いますはいそれともしするんであればその業者に頼む場合は最低でも3社見積もり取ってその中で一番安いところをおすすめいたしますということですはい じゃあの、植木屋さんやったらどうする僕やったらどうするかって考えたんですけど、僕やったらね、まずね、その、手のかかってる木だけ全部切りますね。なくしますね。段階的にね、全部一遍にやらずに、大きい木で、その、結構その、植木屋さんにお金使ってた場合、松の木とか結構、手かかりますんでねで。そういう手のかかる木だけも、とりあえずもう、大変やから全部切ってて、切ってもらって、 まあ、ちょっと低い木とかねあとさつきとかつつじとかまあお花とか綺麗でねそういうのだけちょっとこうまあ管理しやすいものだけ残すっていうのも手なんじゃないでしょうかね段階踏んでねでそれでもやっぱりやったらまたこれ切ってとかねいっぺんにする線と段階踏んでやっていくっていうのも一つの手なんじゃないかなって思いましたねはいということで今日はねなんか妙に庭じまいっていうね あのー、ワードが目につくんでね、ちょっとそれについて、あの、植木屋としてのちょっと、アドバイスをしてですね、もし参考になる,なる方がね、いれば、幸いと思ってね、喋りました。はい。ですんで、今回はね、今回の動画はね、これで終わりますんでね、また次の動画でね、よろしくお願いします。失礼します。